必ずやろう日本最高<ー>坂井隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします7月12日のデイリーニュースをお伝えいたします6月のアメリカの消費者物価上昇率が市場予想を大幅に下回り前年同期比では3.0%の上昇となりましたで、これを受けてエンドルレートは1ドル161円台後半だったところから 一時は1ドル157円台まで。 こここの4円ほどこの上昇するとということが起こりましたただしこの動きには日本政府の介入が関与してていいたと思われていますで私がこの動画を準備している7月12日の午後1時段階では1ドル =159 円20銭程度にまでまあ再びこの2円ほど円安に戻っているという状態になっていました私はえ日本政府がこの市場介入を行った前回の4月末から5月初め えー、この段階の時のことについてはこれは一時的な効果しかなくてですね、まあ、再び円安方向に向かうのではないかという見通しを、えー、示していたわけなんですけれども、まあ、そのことを覚えてらっしゃる方もね、えー、結構いいいるんじゃないかと思います、えー、ですが今回の介入はですね、えー、これ円安方向に向かおうとする動きをかなり止める力になったのではないか。 むしろ今後はですね円安はあまり進まないでむしろこの円高方向に触れる力が結構強まったんじゃないかななんていうふうに見ているところがあります。で5月の時にもですねこれ解説した話なんですけれども介入が効果を持つというのは日米の金利差がこの縮まるタイミングに合わせたまあそういう状態の中で介入をする。 この時には結構大きな効果を持ちうるってことなんですけれども単なる寝ごろ感でもってこの介入をしても効果はほとんど出ないとまあ見た方がいいわけなんですね。でこちらのグラフをご覧くださいこのグラフは円ドル相場と日米金利差がですねまあどのぐらいこの連動性があるのかっていうことをまあ見せるのにこの分かりやすいグラフになっているんじゃないかなというふうに思っています。 で結構この連動性が高いということが、まあ、このグラフから伺えるんじゃないかと思うんですけれども2022年10月に行った介入というのはですね非常に効果を持って、まあ、その後円ドルは15円ほどこの円高に振れるという動きを示したわけなんですよね。ここれは日米金利差がが、まあ、見事にこの下がっていくタイミングととた符しで 見、まあ、見かけけ上非常にに大きなな介入効果があったたように見えたわけなんですでしかしながら日本政府によって、えー、この4月末から5月初めにかけて行われた介入においてはですねこの段階で日米金利差が明らかに縮小するえつまり米金利が明らかに下がる見通しが強い、えー、そんなふうに言える段階にはまだなかったんですね。 こちらのアメリカ消費者物価指数 CPI とよく言われたりするやつですがこれの推移の表をご覧ください括弧内の数字は前月比で括弧の外にある数字が1年前との比較ということになります前回のこの4月末から5月初めにかけての介入があった段階ではまだ3月の CPI しか分かってなかったという段階だったんですけれどもこれ総合でですね前年同期比3.5% 前月比0.4%上昇という、まあ、インフレ率がかななり高い段階にあったわけなんですねちなみに、えー、1月がですね前月比0.3%上昇2月が前月比0.4%上昇と、えー、このインフレ率が加速してきて3月も前月比0.4%上昇ということで、まあ、かなり強い傾向を維持していたという状態になってたんですね。 消費者上昇率がですね。まあ、あの高いでむしろこの強まっているえ。そんな状態の時に金利の引き下げが期待できるかと言ったら、そんなのはできるわけがないってことになりますよね。そういう情報しかない。そのタイミングで。まあ円がね。どんどん売られすぎるぐらいに売られてるからっていう。その値ごろ感でもって。 介入してみてもこの円安傾向を反転する力っていうのは、まあ、まだまだ弱かったということになってくるわけなんですでところがその後、まあ、4月5月と少しずつ、まあ、インフレが弱まる傾向が、まあ、出てきたかなと見ていたところで6月になってインフレ傾向が大きく落ち込んだわけなんですねで表を見てもらえば分かる通り6月は前月比でなんとマイナスを記録するところまで えー、この物価が下が下っっていいるという状態にななたわけなんです、まあ、食料品とエネルギーというこの変動の激しい項目を除いたコア指数というものがあるんですけれども、まあ、こちらにしても前月比で0.1%アップという、まあ、この程度ということになるので、まあ、ここまで来ればこの高金利を続ける必要はないという判断が出てきたとしてもこれは当然だということになりますよね。 このタイミングを的確について円外ドル売り介入を行ったというのは私はままさにこれこれそ的確だったのでははないいかと思いますで私は前回の介入があった際にですね、まあ、アメリカのイエレン財務長官が為替介入に否定的なコメントを発していたということから、えー、このアメリカ当局の理解が得られない中でもうなかなかこの介入をやりたくてもできなくなっているんじゃないかななんていう,ふうに懸念をしていたんですね。 でこちらは5月5日のブルームバーグの記事ですが米財務長官、為替介入まれであるべきだ慎重姿勢示すとのこの表題がついていてますよねでこの記事の本文にはイエレン米財務長官は4日日本の通貨当局が円外介入を行ったどうかについては言及を避けた上で3日終了週の円相場の動きは急激だったと認めた。 イエレン長官はアリゾナ州メサで行われた講演の後記者団に介入の有無についてコメントするつもりはないと述べそれは噂だと思うと話したその上で長官は円相場は比較的短期間にかなり動いたと述べこうした介入はまれであるべきで協議が行われることが期待されると付け加えた、まあ、こう書かれていますよねで注目すべきは最後のところで 比較的短期間にかなり動くタイプの介入はまれであるべきでアメリカ側との事前協議なしに行われるのは認められないとの姿勢をですねこれ明確に示しているというふうに見ればいいでしょうでは日本政府側がアメリカ当局者との連絡を取らないで為替介入に踏み切ったかといえばまあその可能性はほぼないというふうに言っていいかと思います。 でそれでもこういう発表をしたのは大規模介入は例外中の例外であるべきなんだと、えー、安易に認めるということは、えー、アメリカ政府としては認めない、えー、そういう立場をアメリカ側が明確にしたと見ればよいかと思いますしたがって、まあ、今回昨晩行われた介入が4円程度の円上昇という、まあ、割と小幅なものにとどまっていたというのはこれは日本側が、えー、アメリカ側にまあ遠慮した結果 なのかもしれません大いに効果を発揮させるためにはですね私は今回も10円近く円高が進むところまで持っていって調子に乗っていた投機筋にですねこの壊滅的な打撃を与えた方が良かったんじゃないかそして160円を超えてくるラインというのはですね日本政府は絶対許さないんだとでそれを150円近辺までこの押し下げるような感じのことを必ずやるんだと。 えいう、まあ、そういう感じに示した方が良かったんじゃないかなと思うんですけれども、えー、そこまで進めるのは、えー、このアメリカ政府との折り合いがなかなかつかなかったということではないのかなと、まあ、勝手ながら想像しています。さてアメリカの消費者物価指数の上昇率が6月に大きく減少した報道が起こるこの直前にですねアメリカの雇用統計も発表されていました。 そしてこちらもですねアメリカの景気減速を示すものになっていたと見ていいのではないかと私は思っていますで一般のマスコミの報道ではアメリカの6月の雇用者数は前月と比べて事業所調査で20万6000人増えたということが、まあ、前に出ていてまあよくその記事を読まないとですねこれ割と堅調だったという印象を与えやすいものになっていたかと思うんですけれども。 えこれ実は内実をよく見た場合にはかなり違っていたというふうに見るべきだったんですね今回6月の発表に伴って4月と5月の雇用者数が合計で11万1000人減少ということで下方修正されたんですでそしてですねこの下方修正はこのところ当たり前のように毎月のように行われているというのがこれが実際なんですで雇用に関して比較的強い数字を出し続けたいバイデン政権が 初めは強めの数字を出しておいて、まあ後に下方修正するということが繰り返されているんじゃないかなというふうにまあ見るべきなんですね。で4月と5月の雇用者数の減少を計算に入れると前回発表と比べて6月の純増数というのは実は9万5,000人ということになってくるわけなんです。そしてこの9万5千人のののの9 5人内訳のうち政府部門の雇用者数の増加が 7万人いるということになるので民間部門の雇用者数の増加はわずか2万5千人ということになってくるわけなんですねでさらにちょっと細かいことを言うと2万5千人増えたとされているうちの5万9千人分がバースデスモデルによる雇用増ということになりますでバースデスモデルというのは新しく企業が生まれたり、まあ、逆に企業が破綻したりしているだろうという えその想定に基づいてですねまあでもこの新しく企業が生まれたのが多分たくさんあるだろうからまあこんだけ雇用増えてんじゃないのっていうえ勝手な調整値をですねこのバースデスモデルというこの値によって付け加えるってことをやっているんですよ。 ですからこの2万5千人の民間の雇用像からこのバースデスモデルによる架空の雇用像の5万9千人分を差し引いてしまうとなんと民間において3万4千人の雇用源が生まれているというそれが実態なんじゃないのと本当は3万4千人の雇用源だったんだけれどもこの架空モデルの5万9千人プラスを加えることによってなんか2万5千人分民間が増えたみたいな。 形にしてたんんじゃなないいいのとうううこういう話なんですねそして政府部門においても雇用がこの増えているというのは、えー、これはですね雇用が悪い状態であるというふうに見せたくがないためになんですけれども、まあ、バイデン政権や、まあ、バイデン政権を支持している、えー、いわゆる民主党が強いその州などにおいて、えー、雇用をですね意図的に増やすようなことをやっているんじゃないの。 ちなみにこの政府部門の雇用像というのは今回だけ現れた話ではなくてですねこの間ずっとこの政府部門の雇用像というのが続けられてきているっていうことがあってこれは民間部門の雇用像が実はそんなに強くないというところがある中でまるで雇用がものすごく強いものであるかのようにするためにこの意図的な雇用像というものが仕組まれてきたんじゃないかという疑いも えー、実は持たれている話だったりしますで、今月はこのバースデスモデルによる雇用増が割と小さかったんですけれどもとはいえ過去1年間の累計でですねこのバースデスモデルによる雇用増は200万人近く、えー、この数えられている状態になっているんですねで、この雇用増が本当にあったのかどうかということに関してはまあ、一部からはかなり疑問が向けられているという状態になっています まあ、このバースレスモデルが、まあ、どこまで正しいのかもう本当にもう架空に近いものなのかというのはこれは、まあ、はっきりとは分からないんですけれども、まあ、いずれにせよ、まあ、今回発表された20万6,000人の雇用増という発表にしてもなんですがいろんなものを組み合わせた数字のトリックの要素もかなり強いというふうに見るべきではないかと私自身は思っています。 でちなみに先月発表された5月の雇用統計は事業所調査の数字がプラスである一方家計調査という別の調査では雇用者数が40万8000減っているというかなり悲惨な結果が出ていましたでただですねこの家計調査はサンプル数がかなり小さいので誤差が割と大きく出てくるタイプの調査になってしまうんですよね で今回の6月の調査では5月よりも11万6千人増加したという、まあ、そういう発表になっているわけなんです。じゃあこれをどういうふうに見ればよいのかってことになるわけなんですが、まあ、これはおそらく5月はですね、えー、その雇用がまあ弱すぎる方向に誤差が出ていたとで6月はむしろちょっと強すぎる方向に誤差が出ていたと。 いう,ふうに考えればいいんじゃな2か月を合わせると29万2,000人の減少ということになって1ヶ月あたり15万人程度の減少ということになってくるんですがこれがですね割と現実の数字に近いんではないかなというふうに、えー、まあ思っているところがあります。 実際失業率は5月が4月よりも0.1%増えて4.0%となったのに続いてで6月も5月よりも0.1%増えて4.1%というふうになったわけなんですね。でここでもし仮に7月の失業率がさらに0.1%増えて4.2%というふうになった場合サームルールと呼ばれる指標によるとなんですけれどもこれアメリカ経済はリセッション入りするということになってくるわけなんです。 でサームルールというのはですね元 FRB のエコノミストであるクラウディア・サーム氏が開発したものなんですけれども失業率の直近3ヶ月の移動平均が過去12ヶ月間の最低値から0.50ポイント以上上昇した場合にリセッション入りとして認定するというものなんですね。まあ、こういうと何言ってるかよく分かんないという感じになるかと思いますが最近の失業率が。 過去1年間の最低の状態よりも、まあ0.5%、えー、0.50%ポイント、えー、これが高い状態になるということになったら、そりゃあまあ割とこう景気が良くて、その失業率が低い状態から直近は結構高い状態に変わってきたよねっていう、こういうことになるので、 えー、それはあその景気悪化を間違いなく示してるんじゃないかというまこのサームルールに基づいた計算をやった場合なんですが現段階では0.43%ポイントまでこの上昇しているという状態で、まあ、来月にもサームルールによるリセッションがあこの適用されることになるんじゃないか、えー、そういうことでこの注目をされているという状態です。 なお27週間以上失業している長期失業者数はですね6月は5月よりも16万6千人増えて150万人となったんですね。でこれは1年前の110万人から40万人も増加している状態で一旦失業するとですねなかなか再就職が難しいという、えー、その傾向が、まあ、こういう数字にも出てるんじゃないかなということなんですよ。 つまりアメリカ経済強い強いと言われてはいるんだけれども実はそんなに強くないというのが最近の傾向ではないのかということなんですで6月のパートタイム労働者数はですね5月よりも5万人増えた一方でフルタイム労働者が2万8000人減少するということが起きました2023年6月以降アメリカではパートタイム雇用がですね180万人増えているという状態なんですが フルタイム雇用はその一方で160万人減っているんですね賃金上昇率は前年同月比で5月は4.1%増だったところから、えー、6月は3.9%増へと0.2ポイントこの低下をするという状態になりました、えー、前月比でも0.4%増から0.3%増へとこの鈍化をしている。 えー、いう状態です。つまり賃金上昇率があこの下がってきているということなんですね。でアトランタ連銀が公表する GDP Now、えー、というものがあります。まあこれは直近の数字に基づいて、まあ今あその余計な、えー、いろんな調整とかやらないでですね、まあ数字の上でボーンと出てくる GDP がどのぐらいになるかっていうまあそういうことを表しているまあなかなか面白い指標なんですけれども、えー、これによると えー、今年の4月6月期の、えー、アメリカの実質 GDP 成長率はなんですけれども6月下旬段階では、まあ、3%程度という数字が出てたんですよね。でそれが直近の7月12日段階においては2%程度までこの下がっている状態です。 でちなみに7月の初めには1.5%程度まで下がっているという状態でしたから、まあ、それよりは回復していると見ることもまあできるわけなんですがいずれにせよその3%水準だったものが2%に下がってくるということで GDP の伸びもですね減少トレンドににあるとといいいいう,ふうに見た方がいいかと思いますで先日のオンラインセミナーでもですね、まあ、アメリカ経済がまあすでにこの変局点に近づいているのではないのかと。 でそれに伴って、エンドル相場もですねこの変局点に近づいているのではないかと、まあ、こういう話を私はしましたけれども最近発表されたこの雇用統計と物価統計でもその傾向は見えていると言っていいのではないかと思います。今のところ7月末に開催される FOMC 連邦公開市場委員会ですねここにおいてアメリカの利下げはまだないんだという見方が体制を占めているわけなんですが 私はこの段階での利下げ判断も結構あり得るんじゃないかなというふうに今私は思っていますで FRB は今景気交代リスクを間違いなく意識しているはずですパウエル FRB 議長は7月9日にですね物価上昇率の低下や雇用市場の減速を踏まえればインフレだけが直面しているリスクではないというふうに述べているわけなんですねつまり景気減速リスクというものも もう一方にあってインフレだけ見てればいいという状態ではないのだと、まあ、こういうふうにパウエル FRB 議長は述べているわけなんですアメリカ経済が変局点を迎えつつあるんだということについては、まあ、私だけが単に思っているわけではなくてパウエル FRB 議長なんかも、えー、そういうことを感じているということを、まあ、ぜひご理解いただきたいと思います。 必ずやろう日本最高朝貝豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます